ナンシー・クレスはアメリカ合衆国の SF 作家である。1976年から創作を始めたが、中編、ベガーズ・イン・スペインでヒュ9号賞及びネビューラ賞を受賞して、注目を集めたのは1991年になってからのことであった。クレスの著作には短編も多い。また彼女はライターズ・ダイジェスト氏の常連コラムニストでもある。クラリオンワークショップを呼び メリーランド州ベセスラにあるザライターズセンターにおいても常連であるニューヨーク州バッファローで生まれる出生時の名前はナンシー・アン・コニンジャイザー同州イーストオーロラ村で育つニューヨーク州立大学プラッツバーグ校に通う1973年マイクル・ジョゼフ・クレスという男性と結婚しロチスターに移る 夫婦は二人の息子を設けたが、1984年に離婚した。それを機にスタントンハコ社に就職。1998年、同業者のチャールズ・シェフィールドと結婚したが、シェフィールドは2002年に脳腫瘍で死亡した。その後は成人した子供たちのいるロチェスターに戻った。彼女の作品には、近未来を物体にした、技術的にリアルな物語が多い。 遺伝子工学はしばしば登場し、それに比べれば低頻度だが人工知能もよく題材にされる。彼女はバレエの愛好者であり、それを扱った作品も書いている。ネムリ人、プロパビリティクロスファイアロバートキャベノーハット AB、ナンシークレスホームページ。ナンシークレス。2008年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月14日閲覧。 ありがとうございます。